小川敦也はフリーランスのディレクター。ゴーストライターで騒動となった佐村川内守の仕掛け人として知られる。愛媛県今治市生まれ。テレビ制作会社に勤め2002年から筑紫鉄也ニュース23などの TBS テレビのニュース番組や報道特別番組制作を担当した。その後フリーランスに転身。TBS 担当中の2008年9月にスケムラ。助村 カワチを特集した音をなくした作曲家をニュース23で放映。フリー後 NHK に手土産として同じ企画を持ち込み潜り込むことに成功。情報番組などの制作を担当するようになる。2013年に NHK スペシャル魂の旋律音を失った作曲家を制作。同年10月29日魂の旋律。 サムラ内守を NHK 出版から刊行した。サムラ内について、俺がコーディネーターとして仕掛けたと主張し、同時にサムラ内は、実際には耳が聞こえる。これがもっと当たれば、映像のシリーズ化だけで食っていける。他にも障害者の音楽家を揃えて、超人オーケストラとかやったら、ビッグビジネスになる、などと発言していたと報道された。騒動発覚後は、 NHK の内部調査において、取材中に耳が聞こえていたとは気づかなかったとして共犯は否定した。NHK は、小賀の制作した番組は全て封印、書籍も絶版とし、小賀を追放した。ありがとうございます。